神奈川県平塚市で発生したノンオイル運動は昨夜遅く東京の下町で激しい盛り上がりを見せ始め、事態を重く見た農林省は首謀者とみられる YM の行方を追っています。ベタつかない、軽い仕上がり、ノンオイルタイプ、ナチュラル用パーマ用2タイプ、ギャッツビーヘアブロー。